こんにちは、山田です。本日は僕の地元宮城県名取市で飲み歩きをしてみたいと思います。ここで僕が今までどこに住んでたかを書き出しているんですが、名取で暮らしていたのが19歳までで、地元でお酒を飲むことをほとんどしてこなかったんですよ。お酒を飲めるようになったのがここ10年くらいでして、最近ちょこちょこ名取のお店にも行くようになったので、今日は何軒か行ってみようと思います。Thank you.